皆さんこんこにちは、えー、週刊手帳のの著者運の隆です今日はですね、久々に、えー、背景を使って説明をしていくんですけども、テーマはですね、計画より予定を大きくしましょうみたいな、えー、そんなお話です、あのー。動画の中では何回か同じような説明をしているんですけども、 えと何回か口で説明しているだけなんで、ちょっと分かりにくいかなというふうに思いまして、でちょっとこの動画を、えー、新しく撮っています。でまずその、うん、よく聞く話って、計画が狂いましたみたいな話をよく聞くんですけども、私が思っている計画が狂ったっていうのは、えー、と結論というか結果としての計画が狂ったという、まあ、それは 多分そう,そうなんだと思うんですけども、ただ、なんとなく話を聞いてると、あの、狂ってる方は計画ではなくて、えー、予定の方じゃないかなというふうに思われます。で、あの、まあ、まずちょっとその図を見ていただければ分かるんですけど、えっと、ま,あ、まず計画を立てますと。で、まあ、赤い、あの、てっぺんの丸のところが、まあ、たゴール地点で、まあ、計画の最終、 目的地、目標になると思うんですけど、まあ普通だとこう、こう、こ,うこ,うこっちこか、えっと、こここか、逆算していくと、あの、スタート地点に戻ってきて、まあここからじゃあどうしようかみたいな話になると思うんですけど、えっと、通常、その、計画と予定を一緒に組んでるもんだから、その、 予定をこう100%でやろうとしても途中でこう邪魔が入ったりとかあとその割り込みを入れられたりとかしてどん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 こう計画のこうな斜めのラインからどんどんこう下ぶれしてしまってでまあ途中こう修正はかけるんでしょうけどどうやったってこう基本的には計画と予定が 一緒なもんだから、どん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 こう予定の方が下がっていっちゃうみたいな、えー、そんなこう話になると思うんですね。なので、あの本来、計画と予定はイコールじゃちょっとまずくって、あの実際には計画の方が予定をこう上回っちゃうというか、予定が下がっちゃうんですね。予定が下がっちゃうもんだから、どん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 こう結果から離,離れていくと。 いうことになると思いますなので、私がその、こう、うん理、論理的に考えているのは、計画よりも予定の方を大きくしとかなきゃダメで、そうしないと、その、計画に対して、こう、予定を大きめに、大きめに、大きめに組まなきゃいけなくて、で、大きめに組むと、 その割り込みが入ったりとか、そのなんかこう体の調子が悪くなって、ちょっと休まなきゃいけないということになったとしても、その普通のよいつもの予定が計画を上回ってるから、多少こう休憩して横ばいになったとしても、その最終的にはその計画のところに戻るまでに、次の,こうあのこ行動とかをすればいいんであって。 そうしないと、その計画通りとかいうことにならないと。もともとだから予定の方を計画よりも、うん、計画よりも上にしとかないと、まあ、この計画通りということにはならないし、えー、っと、まあ、えー、それをすることによって初めて計画倒れとか、計画が狂ったなんてことにはならずに、計画通りみたいな。 そんな話になるんじゃなかろうかなと思います。で、あの、まあ、基本は、その計画のその赤いラインのところをどういうところに設定しておく,しておくかなんですけども、あの、まあ、自分のこうね、あの、さじ加減というかコントロールでまあできるとこだったら、まあ、私の場合はだいたい60点ぐらいに設定しておいて、まあ、この、 えー、青いラインで予定を組んで、まあ、け計画より上回りましたわみたいな話になってくるんですね。まあ、そうすると実際こうこんなラインになると思いますので。であの私の中でちょっとあの工夫をしてるのは、えっと、こう平均的にというか毎日毎日こ,うこの行動するっていうことじゃなくて、まあ、時々こうあの休憩というか休息を入れて まあ、あの毎,毎日やらなくても、えー、この、えー、予定の方を多めに取ってるわけだから、多少こう1日、2日休んでも、全体のこの計画の赤いラインからは外れないようなところでもう一回こう、あの予定、要は計画以上の予定を組んで行動していれば、まあまあ、その計画に。に 届かないとか計画が狂ったみたいな話には、まあ、まずならないでしょうというところを結果として得られるので、まあ、私はこの方法を、まあ、基本的にはその計画を組むときに予定を多めに立てるという、そういう計画を立て,る立てればいいということになります。なので、あの予定はその早めに取って休めるようにしとくか、 多めに取って休めるようにしとくかという、まあ、その2つの方向からこう考えて予定を組めばいいということになります。まあちょっとね、そうすると今度し、仕事のことになると、またちょっと同じように、あのまあ多分仕事はほぼほぼその9割、10割みたいな、そういうところを求められてくるんでしょうから、えっとまあ、それはその予定とか行動を、まあ、あの理論的にですよ。 理論的に100%とか120%みたいな、えー、そういうところに設定して、えー、予定を組んだり行動していかないと、まあ、計画のところには届かないんじゃないかなというふうに思います。ということで、あの計画が来るということは、まあ、その途中では、えー、言わないほうがいいですし、えー、計画を立てるときは、えー、予定と、えー、計画と予定を別々にして、 えー、予定の方を多めに取ると。えー、そうすると、えー、割り込みを入れられても計画のところには何とか踏みとどまれるかなというそんなお話です、えー。何かの参考になればいいかなというふうに思います、えー。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運野高史かお送りしました。それでは。